でも絶対舞公演当日券は絶対的に用意してるので大丈夫ですよ。明日もそのお昼かな、ボードバージョンのやつも前もって売ってたやつは売れもう全部完売してしまったけど、当日券あるので来てくれれば見れるんだって。おいでやす。あ、本当にボサボサになっちゃった。端っこでも見えます？わかんない。私は見えてるけど。見てないけど見えてる。ウケる。そうだね、乾いてきたからモハモハになってきちゃった。いやーすごい。だって本当にこのコント、なんかがっつりストレートプレーっていう感じのじゃない、何コント舞台ではあったけど、でも私がそういう初めてこう演劇みたいなものに足を踏み入れた、初めて挑戦した舞台の会場が今やってる渋劇だったから、こう4、5年ぶりにその場所に帰ってきて、ごめんねボリューミーで。 その場所でこうね、自分が全てをかけてこう挑みたいなって思える舞台を今その場所でできてるっていうのはすごい感慨深いっていうか、すごい自分の 成長っていうか。ねえ、さ、変わった劇場、なんか、いや廊下とか楽屋とか入り口は全然変わってないんだけど、久しぶりにその立って帰ってきたら、あれってこんなだったっけって。私がその何その5年の間ってさ、あそこって変わったのかな、会場キャパもちょっと増えたことない？そんなことない？シャガール見に来てくれた人たち、でも今回ステージはもう全部こういうなんかよくあるじゃん、脇にカーテン、黒いカーテンが降りてるみたいな、ああいうのも全部取っ払って、ステージはもう全部ギリギリまで使えるもの使ってて、もう最大限に広げて。変わったよ。あ、やっぱそうなんだ。やっぱそうだよね。あれって私が見てた景色と全く違うっていう感じがして。そう。あ、やっぱそうだったんだ。なんかあれって違うなって。あ、その隣で最初のファンクラブのやつのイベントやったんだけど。なるほどね。私が成長したのか？何がだ？何？ちょっと私のコメント欄でなんか喧嘩しないでくれません？ 何？なんか言い合ってる、やめて。 見やすくなった。でも分かんない、今回全然実は客席に行ってなくて、ステージから見る景色しか私知らないから。
そう、ていうか待って、髪がボサボサすぎてさ、ちょっと。これはね、あえて、何つけてないんですよ、今。本当はいつもリンスやったり、洗い流さないトリートメントみたいなのつけて乾かしてるんだけど、それをやっちゃうと、そう、ヘアメイクに支障が出るので、わざとこうなってます。ダメージ加工中、デニムみたいな感じで言わないで。そう、もはもは、私も、私もさ、何こう、なんていうのかな、安心してねとか言ってあげたいけど、なんかもうね、すごい作品に対してすごい全力でやってるから、なんかそういう、いや本当はね、なんか私はさみたいな、そういうファンのみんなのことを思うと、そういうこと言ってあげたいし、それがきっと一番みんなが安心できるコメントなんだろうなと思うけど、今本当にね、今でもまだ作って、何このその LINE にきっと届いてないんだろうなって、もう私が今私が持ってるもの今全てをこうかけてやってるんだけど、いやまだきっと制作陣がここまで持っていきたいっていうレベルに、もしかしたらまだいってないんだろうなみたいな、もう そこぐらいも本当に今本当に全力だし、まあ、全力って言ってもやっぱりさあ、その AKB の方での活動もあるからさ、もう全てっていうわけにもさあないし、そう本当に今全部そう打ち込んでるので、そう、あでも結構やっぱり前作よりこう良くなった自分がね、そういうところもあるから、あなんかいろんな違う作品でこういう、そうそう、なんかいろいろ吸収できてたんだなっていうのもあるし、そうだからそれくらい今そう作品とか自分がやってる役を愛してるっていうか傷つけたくないのよ、それぐらい思い入れがあるから、そう、前より洗練する、あー本当、わーそれは嬉しい、そうなの、だからちょっと今それくらい私は今それなので、仲間っていうか、なんて言うんでしょうか、こうそれを一緒に作り上げる、なんて普段の私たちの関係性じゃないっていう、本当に今そこまで持ってきたいっていう、なんか仕事仲間としてこう共演者の方たちとこうやってるから、疲れきっ、あでもそんなに疲れきってるわけじゃないけど、あ今なんかちょっと眠いなって感じちょっぴしね、お風呂入った後だから、そうね、でもあと12公演あるからね、そのうちにもっともっと、まあでもやっぱり初日が一番良かったですね、こっちもサッカーがあるから疲れるなんやねんそのサッカーも見たいんだけどね、でもやっぱりなかなかこうリアルタイムで見るとね、どうしても、ね、支障が出てきてしまうので、
ありがとね。なんかそういうコメントもなんか優しく返してあげたいんだけど、今私はガチモードだから、なんかそういう言葉逆に言ってあげられない。いや、そういうそこじゃないんだよ私は、って思ってしまう。ごめんね。本当は本当になんかみんながこうそういうね、ほってできるような、かわいい、なんか言いたいんだけど、ごめんね、なんかもうそこじゃないのよ私は。そう、なんかもう本当にシンプルにこう見てほしいなっていうところがあるので。ごめんね、そう言ってあげたいんだけど、もう逆にもうなんならもう「あん!」って あのさ、ってこっちさ、そっちじゃないんですよって、もっとちょっと違うところでこう戦ってたりしてるから、そうじゃねえんだよみたいな 今すっぴん、そうすっぴん。なので、今私たちが何にこう全力をかけて、いろいろ犠牲にしてまで何やってるかってところを、なんかこうそういうなんか目でこう見てもらえたら嬉しいなって思います。役が抜けきらないってあります？いや、ないです。むしろ冷静です、ああ見えて。私は今自分のことを話した なので、いや、明日からもまだ暴動の方がまだ初日を迎えてないので、明日もいろいろ、そう、場当たりがあったりなんかいろいろあったりするので、頑張りたいと思います。いや、ちょっと早くね、メイク落としたいなっていうのがあったからさ、お風呂に入っちゃったからさ、もう良くないアングルだし 髪もしゃぼしゃだし、大丈夫、明日完璧な姿でまたステージに舞い戻る いや、でもね、殲滅か暴動どっちが大変かって言われたら、見てほしいのは暴動だけど、大変なのは殲滅ですかね。意外と今日やったのが結構大変でも、どっちみなんかどっちおすすめって言われて、あー、どっちかなーと思ったら、私はやっぱりボードを見てほしいなと思います。多分それがきっと現実なのかなと思っちゃった。私はそっちの方がリアルなのかなと思った。私今回演技ものこともいろいろ稽古期間中にショーっぽくない、まあミュージカルではあるんだけど、本当にこうリアルさを本当に追求してるので、セリフとかもなんかセリフのこう言い回しとかもこうそういう感じじゃないっていう感じ そう、あえてもういろんな一つなんか細かいところもリアルな日常でこう目撃して、多分してるよ、なんかそういう感じのに寄せたみたいな。でもいつも思うけど、やっぱり初日のあれだなんかなーって終わった後に思うから、今日も私ベストを尽くしたと思うけど、きっと千秋楽にはうわー初日あれだったなーって思うのかな。ね、どうなんだろう。
知らねえよってね。はい、はい、自分の問題ですね。はい、体力持ちそう。あ、それは、うん、全然いける、いきそうな気がしてる。一瞬一瞬はちょっとなんか、あー疲れたーってなるかもしれないけど、そんな大きい疲労は。あかんない、明日の朝起きてみたら、あーもう今日2公演無理ーとかなっちゃうけど、明日2公演だったね。私ボードだけだと思ってたわ。明日ボードからの選別なんだね。やばボードだけだと思ってた。大変。うわ、もう寝よう。うん、今日はゆっくり休める。いやもうこの時間だから寝るしかないでしょう。ねえ、じゃあそろそろ寝ようかな。ね、本当にみんなすごい、みんなの今持ってる力をすべてこうここに出して日々なんか成長してる姿が本当にかっこいいので、こう見てください。みー、おやすみー。今日は見に来てくださった方ありがとうございました。いや本当にありがたいです。こうね、完売してっていうのはめっちゃ嬉しいです。ありがとうございました。ではまた。みー、おやすみなさい。じゃあねー、いります。